オールスタープロ野球12球団対抗化合戦は、1987年から1995年まで、毎年1月、フジテレビ系列、火曜ワイドスペシャル枠で放送された、プロ野球オフシーズン恒例の特別番組かつ、オールスター家族対抗化合戦の野球選手、出場版。番組名表記は、オールスタープロ野球対抗化合戦、または、 12球団対抗科合戦ともされる。なお、終了から5年後の2000年に、非、要、特番、枠で、今夜開幕。プロ野球12球団激突。歌って踊る日本シリーズと題して一度だけ復活した。プロ野球、セッパ両リーグ12球団の選手が1チーム3人で、出場、自慢の喉を競い合う番組。シーズン中には見ることのできない。 各選手の素顔やコスプレなどもあり、野球ファンならずとも楽しめる番組だった。第1回から第8回までは、港区高輪の新高輪プリンスホテル、起点から収録。ただし、オールスタープロ野球12球団対抗科合戦の最終回は、新宿区川田町にあった旧富士テレビ第6スタジオ、リメイク版の今夜開幕。プロ野球12球団激突。 歌って踊る日本シリーズは港区台場のフジテレビ V4 スタジオで収録された。他毎年シーズンオフの恒例番組だったオールスタープロ野球対抗化合戦も放送がある1月期にはプロ野球選手が自主トレなどに専念するためもあり、収録日と放送日の日程調整や収録会場などの準備も難しくなってきていた。 1993年は1月19日放送予定が、皇室特番に変更になったため一周ずれて1月26日に変更。1995年は、本来1月31日放送予定が、阪神大震災の関係などで番組変更が多く1月24日の放送に変更された。1995年を最後に火曜ワイドスペシャルから姿を消す。また、 昨今のプロ野球を取り巻く状況は厳しく、シーズンオフの恒例だった12球団選手退去出演のテレビ番組の本数も年々減少しており、フジテレビ系列においても全国ネットではプロ野球人プレイ、高プレー対象やプロ野球オールスタースーパーバトルなどがあったが、ほとんどの番組が終了している。5年ぶり、一よ限りの復活。 オールスタープロ野球対抗科合戦第9回から5年後の2000年1月18日、リメイク版として、非、要、特、版。で、今夜開幕。プロ野球12球団激突。歌って踊る日本シリーズのタイトルで一夜限りの復活を果たす。事実上の第10回となる。この時は、薬丸広秀らが司会を務めた。ちなみに、 リメイク版に出場した当時の現役プロ野球選手では、日本ハムファイターズの岩本つとむ、千葉ロッテマリーンズの黒木智広らが出演している。なお、優勝チームについては、年度別優勝チーム、ハイライトについては名場面を参照のこと。ありがとうございます。